します。カリカリ。よし。はい。落ちた。皆さんおはこんばんちは。ウルトラとワールドズの少子です。笑ってんの。こまちゃんです。はい、ということで今日はウルトラトーク。久々の二人のトーク番組です。はい。オフです。はい。オフっていうか、オフモード。オフモードで。ということで、ウラトアはダラダラノー編集で喋ってるだけの番組です。台本は一切ございません。今日の晩ご飯は何？焼肉。焼肉？ぽい。焼肉アンドこれ玉砕。焼肉玉砕。今日やばい。今日さ、バトンのレッスンしててさ、今日撮影だなと思って YouTube。なんかあわよくばサムギョプサルとか食べたいなと思ってたよ、マジで。あわよくばしちゃったね。でもサムギョプサルはないかなと思ってたらめちゃくちゃテンション上がってます、僕。すごい、こういうことですね、家族って。家族です。あざす。いや、なんかもう今日作る時間なかったから、うん、もう楽しようと思って、うん、ちょっと声張らないと。ね、これみんなに聞こえないよ。YouTube には向いてないね。ということで、あ、タレとかないよ、焼肉の。こっち、途中でいいんじゃない？はい、じゃあそれで、これでいいですか？あ、これ焼きたいんですよ、ね、はい。キムチはあったかい方がいい。で、生はね、マジでやっちゃった、怒られちゃう。久しぶりですね、なんかこの裏とは。本当に裏とはってか、まず家に来るのが、そうね、なんかリド君月間だったんで、9月が。誰月間かな。前回ちょっとクニタンの PV を上げさせてもらって、まぁ、あ、ちょっと一回もう一回ウルトワに引き戻そうと思うんで、来週はちょっとまた違うことをしていこうかなと思います。はい、お腹空いたんだけど、マジで。いいよいいよ。え、米とかあります？あ、米ある。ガッツン濃厚ニンニクだれ。それはいいな。すっごい少ない。やば。一人分しかないと。うわっ、え、刻みニンニク、これうまいんだよね。開いてない。開けていい？いいです。コチュジャンの摂取量はやばいな。どうした？ニンニクや。すげえ。どうですか、10月になって。10月。10月、2週目、3週目あたりで。早くない？もう年の瀬。年の瀬です。もう100日切ったんで。キモ。ビビるんだけど。生のニンニクもありますので。生の、あ、これか。はい。温めなくていい？あ、好きにして。はい。ちょっと半分ぐらい。いや、めっちゃ嬉しいんだけど。青さんも誰や？思います。よろしく。テネット見たいんだけど。誰？テネット。うん、なんか本当にすごい大事な瞬間が巻き戻しになるみたいな。なんかよくわかんない。見ないとわかんない。洋画？洋画。めっちゃ面白いって今話題になってます。最高なんです。最近これ読んだんですよ。あ、なんかあげてた。夢を叶えるぞ、フォー。もうフォー、フォーなの？もう。もうフォー。好きなんよ、こういうのが。あんま好きじゃないと。もうわかんない、読んでみたい。ワン見て、読んだことある？だからないけど。ワンもない。ないよ。怒んないけど。もうフォーなんだもん。もうこうなんでしょ。そう。ワン見せてよ。ワンは俺持ってないな。実家だわ。実家か。あ、米ができました。はい。この夢を叶えるぞの、はい、全然話聞いてない。人の話いつも聞いてないけど、そのからでいい。ごめん、優勝。これは、フォーは、旦那さんが余命宣告をされる、3ヶ月、うん、じゃあ3ヶ月でどうやって自分の生きた意味とか
家族を幸せにするかっていうのをすごい迷った時に、このガネーシャっていう象の神様が、じゃあ3ヶ月でどうにかするよって言って、いろんなこう、じゃあお前はこうしてみろ、次はこうしてみろっていう課題を与えながら3ヶ月を過ごすっていう、その3ヶ月のその課題が自分たちにも落とし込める、こういう風にしてみたら今の人生が良くなるよとか、それからすごい自分へのこうハウトゥーというか、生きる、まあ、夢を叶えるためのちゃんとこうハウトゥー的な、人生のハウトゥー的な本なんで、僕おすすめです。これ読んでみてください。じゃあ置いて帰るだけです。分かりました。はい、でも俺ね、あそこに行きたいな。あ、カン君、カン君ね、ありがとうございます。カン君行きましょうよ。カン君行きたい。メキシコ行きたいです。メキシコシルクドスエイユで活躍してる日本人がいるんだ。いや、僕実はオファーが来たんですよ。オファーが来たんです。オファーが、オファーが、カン君のシルクドスエイユに。そう、3ヶ月ぐらいにね、3つ立て続けに来たんだよね。なんか知んないけど、だって俺来た時は3週間後にブラジルだったよ。裏側に3週間後に 真裏に行けるわけないじゃんと思いながら。いやおかしいよね、テスティングが。びっくりした、びっくりした。でも3週間後にブラジル来るのかと思った。それもタイミングじゃん。それで行った人は行ける。 そこでもうずっと、そうよ、ソロとかになる張ってるかもしれないし、うん、夢叶えてね。そうね、うん、でもホヤ、カン君のホヤはもし俺に来てたら俺は行ってたと思う。まあ、いるからね、友達もね。ダブルダッチのカプリオールっていうチームが、でも僕10年来ぐらいの付き合いで今ずっと活躍してるんですけど、行きたいよ。なんかそういうなんかこう安心感があればポンって飛び込めたかもしれない。行きたい、行きたい、本当に行きたい。カン君のあそこには本当に行きたいと思った。だってすごいよ。だってあの、その結構勇気のいる行動よ。カン君のメンバーも YouTube やってるんですけど、すごいよ景色とか。カン君やばいと思う、絶対。朝起きたら目の前にプライベートプールあってみたいな。最高、最高かい。で夜はなんかテキーラ、テキーラもすっごい安いみたいな。あれ飲みたい、ピニャコラーダ。ピニャコラーダって何？死ぬほどうまい、もうジュースみたいなお酒。へえ。ピニャはパイナップルだ。うん。コラーダ知んないけど多分なんかココナッツ。甘くてめっちゃうまい。なんか巡り合わせだった。だからその話が俺のところにもし来てたら俺は多分行ってたと思う。じゃあもうこの YouTube はなかったね、もし行ってたらね。ウルトワはできてなかった。ごま油うまっ、ごま油がうまい。僕がずっと小学校3年生ぐらいの時から通わせてもらってるビートニックスタジオっていうダンスのスタジオがありまして、それが恵比寿にあるんですけど、僕も行ったことあります。はい、まあ、そのご縁でメタルマクベスも、そうですね、出させていただいた、すごく日本のジャズ界ではとても有名なスタジオがあるんですけど、そこのスタジオのジャズのクラスを持つことになりまして、このこれはすごいよね。いや本当にこの私が罵倒してない私が、それがダンスのスタジオの先生になるっていうのはすごいと思う。びっくりだね。しかもバトンを教えるわけじゃなくてダンスを教えるんだもんね。そう、ちょっと恐れ多いんですけど、まあ、この9月からレギュラークラスが始まりましたので、皆さんどしどし参加してください。はい、結構バトントワラーな人が今来てくれてるので。ああなるほど。うん、だから顔見知りの人もいるかもしれないし、それはそれでまあ、交流の場にもなっていいかもしれないね。うん、そこまで言ってなかった。毎週日曜日の4時から5時半です。毎週日曜日の4時から5時半、サザエさんには間に合う時間です。はい、そうですか、どうかな。まあ、でもこう思うんですけど、現役のバトンとあるじゃなくて、今までバトンやっててちょっと踊りたいなって。そういいじゃん。うん、いいし、だってもうそこのダンススタジオはコマちゃんの今までのフリースタイルとかものこうなんていうの、ルーツみたいな感じだもんね。そうですね。年齢制限とかあるのかな？全然ないです、全然ない。あの会員登録もいらないので、いらなくて受けれるので。ビジターっていうのがあるね。ビジターで、はい、うん、3300円ですね、1回ですと。はい、おでもいいね。そう、コロナの影響で必ず予約が必要になったので、予約をお願いします。でも当日予約でも全然今枠が、そう、枠が、まあ、今人が全然
来ないので当日予約でも可能で、今はね分からんでもね、これ流れる時にはまだ18人だったから、あの店員が、店員がでもそこまでちょっとまだ行かないので、皆さんどんどん来てください。それはでも贅沢じゃない？だって今までこまちゃんとかに教えてもらおうってなったらワークショップとかだったけど、今はそうやって日曜日に行けば教えてもらえるってなるんで、まあ、ちょっとねダンスなんだけど、いやでも、いやでも僕もさ、そんなさ、ちょっと同じような度胸かもしれないけど全然違うじゃん、ダンスはまたね全然違うじゃん、うん、だから勉強と思って、勉強になるね、うん、勉強させてもらおうと思って頑張ります。なくて普通に踊りを楽しむってだけでも行っても全然面白いと思う、うん、なんかちょっと体動かして汗流すっていうのでもビートニックはすごい面白い、うん、ね、僕たちの川崎悦子大先生がね、うん、いい先生ばっかりいっぱいいるので、はい、またぜひね、日曜日の4時5時半ですね、4時から5時半東京は恵比寿のビートニックスタジオ、はい、ですね、ぜひ検索してみてください、お願いします、うん、あったらぜひ来てください、今日の皆さん行ってみてください。ということで今日は裏とはダラダラと喋ってまいりましたが、そのところで終わりたいと思いますので、今回の動画が良かったと思う方は高評価、そしてチャンネル登録して次回の動画をお待ちください。ということで、あとラジオ毎週平日やってるので、ラジオで質問が何かあればどしどし僕たちの SNS とかウルトワの SNS に、あとなんかやってほしいこと企画とかね、うん、どしどしお願いします。いろんなことどんどん、もう何でもいいです、今思いついたら今すぐ送ってみてください。ということで、ここまでの相手はウルトラとわらずでした。バイバーイ。引き続き食べよう。